水野忠国は1794年に誕生1812年に唐津藩主となり1834年に老中になります老中となった水野でしたがこの頃は前将軍徳川家成が実権を握っていたため思うように政治が行えませんでした1841年徳川家成が亡くなったため天保の改革を開始倹約令や株仲間の解散農民の出稼ぎ禁止上智令など わずか2年で、さまざまな改革を進めます。しかし、急激な改革は反発を招き、失敗。老中を辞職することになってしまいました。